マウント・イーデン・アベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT ジェローム・アベニュー線の駅である。ブロンクスクハイブリッジのマウント・イーデン・アベニューと、ジェローム・アベニューの交差点に位置し、4系統が終日停車する。東が入り口階段駅は1917年6月2日の、ジェローム・アベニュー線149丁目、グランドコンコース駅、キングスブリッジロード駅間の開業とともに開業した。 相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線はラッシュ時一部北行列車のみ通過している。駅は2004年に改装工事を行っている。また、2006年にアミール米により制作されたアートワークザ・プロセッション・オブ・フォークナンバー3が設置されている。改札口は、 ホーム下にあり、南北ホームから階段が接続している。改札口からは、マウント・イーデン・アベニューとジェローム・アベニューの交差点北東とジェローム・アベニューと、クロス・ブロンクス高速道路東港からの出口との交差点南西に、それぞれ一つずつ階段が接続している。Wikimedia Commons には、マウント・イーデン・アベニュー駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。